こんにちは。池部楽器店ドラムステーション秋葉原店の島本と申します。今日、ご紹介させていただきますのは、イタリアの、ハンドメイドシンバルメーカーユーヒップの、モデルでして、バイオニックシリーズのシンバルを、ドドッと、ご紹介したいと思います。ユーヒップはですね、特徴としては、シンバル全体の特徴としては、比較的こう、キレがいいシンバルとして定評があると思います。立ち上がりも結構早くてですね、で音の輪郭がすごくはっきりしているので、非常にメリハリのある演奏が可能になると思います。であとは、キレがあるんだけども、硬さもあってキレがあるんだけども、減衰が比較的早いという特徴もありますので、そういった特徴があるのがユーヒップのシンバルなんですが、このバイオニックシリーズはユーヒップの中でも最もヘビーなシンバルになってます。なので、いわゆるロックとか、あとはメタルとか、そういった割とラウド系 のミュージシャンに非常に受けのいいシンバルになってまして、で、全体的にやっぱ音量がすごく出るのと、あとブライトさもあって非常にこうパワフルな、ラインナップになってます。ですけども、ユーヒップの元々の特徴であるそのキレの良さであったりとか、抜けの良さ、あとは輪郭がすごくはっきりする、で減衰があまり長くなりすぎないっていう特徴はやっぱりこのラインナップにおいても持ってますので、比較的こう、パワープレイをしつつも、割とやっぱりいろんなシンバルを叩いても、こうちゃんと一個一個の音がしっかりとこうはっきり、表現したい、はっきり抜けてほしいっていうドラマーさんにはすごくいいシンバルかなと思いますので、音量と明るさと、あと輪郭のはっきりとした明るさといいますか、硬さっていうのをしっかり持ったラインナップになってますので、で今回は今まで当店でもあまり入荷のなかった奇数インチの17インチとか19インチのクラッシュであったりとか、あとは15インチのハットとか、ちょっとラインナップも増えてきてます。あとはロゴが青いっていうのもありまして、結構かっこいいルックスも特徴かなと思いますので、ぜひロック系、あとはメタル系ミュージシャンの方、特に注目していただければなと思います。